はい、さあテレビを見ていてる方は分かると思いますが、はいはい、こんだけ今日はすごい熱気です。すごいですね。早速ですね、じゃあ今日は2ゲストで、豪華にお送りしたいと思いますが、最初のゲストを、お迎えしましょう。森下純奈さんです。どうぞ。純奈ちゃん、よろしくお願いします。あ、ちょっともうちょっと前の。どうも森下純奈です。よろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いします。はじめまして。なんかちょっとサンタクロースっぽいですね。ね、いや、一応イチゴをイメージして。あ、イチゴでしたか。ちょっとイチゴをイメージして。イチゴもついてるんです。あ、そうですよ。私昨日イチゴ狩りしてきましてですね。全然関係ない話です。まあまあそれはいいんですけどね。純奈ちゃんは、デビューして結構経つね。1年ぐらい。そうですね、うん、もう1年は経ちます。タレントとしてデビューして1年。はい。もともとどういうきっかけで。もうちっちゃい頃から歌手になりたくてのが夢だったんですよ、うん、でも歌手デビューするのを目標に頑張ってきました、うん、レッスンを しながら。じゃあ毎日歌をずっと歌ってる子だったんだ。はい。お風呂場とか、トイレとか。トイレでも反響するようなところではずっと。トイレは行きません。トイレはトイレ行きませんって。なるほどね、トイレでは歌わない。もともとすごくなりたくて。はい、アイドルというものになりたかった。アイドルというものになりたくて。あ、歌手でもアイドル歌手になりたかったんですね。そうです、はい。それでまあ1年、まあ、デビューして1年、はい、タレントとして頑張って、はい、で、名作念願の CD デビュー、ね、この度4月1日、はい、歌手デビューをすることになりました。そうです。いいですね。間もなくですね。間もなくですよ、どうですか、ドキドキします。もう不安なんですけど、でもやっぱりやっとっていう感じです。嬉しさの方が大きい。今まではじゃあどういう活動してたの。今まではテレビにほんのちょこちょこ出たり、あとはグラビアの方、雑誌の方が多かったんですけど、 あとは学園祭とかイベントなど。グラビアとかっていうとあれだけど、雑誌で何1位になったりとかしてるんでしょ。ありましたね。ファン投票とかぜひ。あ、はい、でも自分でも本一杯買って、うん、投票しちゃって。自分でも結構ね、自分で言わなきゃいいのに。それこそ。それはどんな水着とかで雑誌は出てたの。そうなん、でも2分の1ページでほんのちっちゃいんですけど、何人か女の子が水着で。何ぐらいですか。1、2、3、4、8人ぐらいです。すごい。でも8人の中のトップに立つわけだから。はい、ありがとうございます。ちょっと今日緊張してるんですよ、やっぱり。緊張します、すごい。なんかね、目が伏せ目がちなんですよ。こうやったんですよ、みんなこうなんですよ。もうファンの人の足元を見てますからね。で、学園祭とかでこういう人前とか結構慣れてんじゃないの。そう、ね、学園祭の方がもっとなんか迫力あるような感じすごいでしょ。あ、でも今日テレビがあるので。でもそんなカメラがあるぐらいで、それだってあなたがもうね、もう何千という人が見てるだけのことですから。なんかそんな余計プレッシャーかけて。余計ねえ、そうですか。はい、明太くん、その4月1日に CD が出るわけですが、はい、CD の題名をお願いします。いちごのしずくと言います。うん、これは、あ、で今 CD 出てます ね、こちらですね。これどういう歌なんでしょう。これは好きな男の子になかなか自分の思いを伝えられなくって、うん、でも最終的には意地悪しちゃうくらい、うん、大胆になっていこう。あれ、わかりますか。なんとなくわかる。好きな人に気持ちを伝えたいんだけど、それがなんか変身していくわけですね。そうです。大胆になっていくと。そうです。それが意地悪するぐらい大胆になっちゃうわけですね。そうです。じゃあそういう気持ちを込めて今日歌っていただけるわけですね。はい、そうです。頑張ります。ちょっと、やまだ緊張が取れない。うん、もうなんかさっきより緊張してきたよ。緊張だって。あ、飛んでる飛んでる。どうしたんだ。おい、飛んでるぞ、おい。もう歌いける。はい、大丈夫です。歌歌ったらもう大丈夫。あ、じゃあもうちょっと喋ろうか。あ、いやいや。じゃあもう、じゃあ歌いっちゃおう。はい、じゃあスタンバイの方にお願いします。さあですね、はい、かなり今日緊張しますね。緊張しますね。じゃあ早速歌っていただきましょう。いちごのしずくです。どうぞ。
人きりの夏夢見てるはずあと、いちごの雫はあなたのものよ。二度と来ない夏、焼けつく日差しに止められない気持ち、キラキラ溶ける。一度言いたその唇で大きな背中についてゆくから、二人きりの夏恋してるはず、あと、いちごの雫が真っ赤に染まる。二度と来ない日に焼けた胸に飛び込んでみたいけど、風はいたずら。いや、アイドルでしたよ。アイドル歌手でした、はい、もうさりげなくカメラ目線なんかやりながら、やっちゃったでも歌うとやっぱりなんか堂々と、そうですよ、ね、ちゃんともうアイドルぶりをして、はい、頑張りました。なんか急にまた戻っちゃったね。大丈夫大丈夫です。大丈夫、はい、歌唱力あるじゃないですか。そうですよ。本当ですか、ね、ありがとうございます。なんかアイドルの息をちょっとこう一つ超えてる感じしますよ。 ありがとうございます、ジュナちゃんは何、あのアイドル歌手として目標は誰かいるわけ？三浦理恵子さん。ああ三浦理恵子さん。あ、はい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 、ねえ、はい、憧れですか？はい、憧れです。で最終的にはこうアイドル歌手となって、はい、武道館で、あの青年館とか。あ、青年館の方がいいってなんででしょうね。よくわかんない、あの青年館と武道館はそんな違う？武道館大きい。あ、だからアイドルとして大きいところでやりたくはないだと。あ、やりたいですけど、うん、まず青年館を。あ、まず青年館。じゃあ僕先最終的には。あ、そうです。あ、よかった、ね、うん、なんかもう面白い子だね。俺もっと変な理由かと思った。青年館の方が家から近いしとか、そういう。あ、そうだね、なるほど。そんな感じでいいのというのかなと。CD なんですけども、それが4月1日の方に発売。はい、そうです、ね、楽しみですね。で CD とはですね、別にですなんとこちらアナログ版が出るわけですね。はい、ピクチャーレコードが出ます。これ見てください。これ皆さんみんな初めてですか？ほら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 、このレコード普通のレコードよりもちょっと厚みがあるんです。ちょっと厚いね。で、あの CD の方には何かメッセージが入ってますね。はい、純奈の皆さんへのメッセージが入ってます。これ、このレコードの方に何かデビューのメッセージが入ってます。はい、で、CD は普通のレコード屋さんで買えるんですが、こちらの方はあの、はい、イベント会場でしか売りませんの で、 ここ大事で、店内とか通信販売でも受け付けないので、もしよかったら足を運んで買って、気に入ったら買ってください。イベント会場のみや。そう、このレコードはもうイベントでしか手に入りませんね。これすごいですよ、メイドインアメリカらしいですよ。そうです。今日本じゃね、こういうのピクチャーレコード作れないんだって。でね、これね、あの限定ですから、もう数に限りがありますんでね、どん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 欲しい方は。そう、限定って言われた時にね、シゲの目がキラリと光ったんですよ。限定もの弱いんですよ。もうプレミアつきますよ。そう、マニアって言われるのはいいけど、オタクって言わないでね。これが手に入るイベントなんですけども、はい、今後どういうイベントがあるんでしょう？今日なんですけども、6時半から、横浜のセブンスアベニューというところでデビュー記念ライブをやりますので、はい、もしよかったらこの後ぜひ来てください。今日6時半からセブンスアベニュー横浜でやりますんでね、はい、まあ、こちらの方の売っておりますので、はい、でキャンペーンの方はどうですか？キャンペーンはの4月の14日に銀座の方であります、はい、銀座で、はい、そこから、まあ、いろんなとこ回ったりとか。 ありがとうございます。はい、みんな行ってください。じゃあ俺もそこで会うかもしれないよって、そんなわけのわからないこと言いながら、これを買いに行くんですね。そうそうですね、これを買いに CM を行きます、はい、で
5月にはなんと、はい、あの後で出る吉成恵子さんと一緒に、はい、うん、あの5月の11日に日比谷野音楽堂で、うん、アイドルスプリングカーニバルというのに出させていただきます、はい、そちらの方もねたくさん出ますんでね、頑張ってください、はい、じゃとりあえずは今日ねセブンスアベニューの方頑張ってくださいね、はい、今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。続きましてはアイドルからのメッセージで今日のアーティスト佐波愛ちゃんです。どうぞ。皆さんこんにちは、佐々見愛です。私の新曲寂しい人たちもう買っていただけましたでしょうか、今回の CD を買っていただくと中に応募券が入っていまして、この応募券を送っていただくとですね、抽選で50名様に愛の生声カセットテーププレゼントというのがありまして、まあ、あのこれはですねオーダーメールで一本一本オリジナルのテープを作って、私がメッセージを吹き込んで皆さんにお届けするという世界に一つしかないカセットテープなんで、ぜひどんどん応募していただきたいと思います。それでは応援してくださいね。これからもささみに愛でした。ということで今日はもうすごい、ね、応援ファンの皆さんで一緒にお送りしますが、そうですね、さあ今日2組目のね2人目のアイドルを紹介しますよ、はい、吉成恵子さんです。どうぞ。どうもこんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。もうちょっと前の方へ、はい、ね、ということで、ケイコちゃんの、ケイコちゃんなんかこの間なんかちょっと聞きましてニューヨーク行ってきたらしいです。ニューヨークと、うん、ロサンゼルスとサンフランシスコに行ってきました。あらららららら、何しに行ったの？あの、私お姉ちゃんいるんですけど、うん、向こうで学校を探すっていうんで、うん、一緒についてったんですよ。あ、お姉さんの学校を探しに一緒についてた。そう、私は買い物とかのために。じゃあ遊びに行ったんだ。そうです。え、遊びに行ってニューヨークとロサンゼルスとサンフランシスコ回ったの？はい。ちょっと豪遊じゃないの？豪遊、豪遊ってわかる？わかります。でもあんまりお金持って行かなかったんで、うんうんうん、え、どこが一番面白かった？ニューヨーク、ロス、サンフランシスコ回った。ニューヨークはすごい怖くて。あ、そうですか。やっぱりニューヨークはダメでしょ。それで言うか、ダメだね。ちょっともう弾かれちゃったね。もう弾かれちゃった、うん、それでロサンゼルスはカジノができたから楽しかった。そんなアイドルがカジノなんて。うん。でサンフランシスコは、サンフランシスコは、うん、あの私スノーボード買ったんですよ。おうおう。スノーボードを全部揃えたんです、板も靴も。うんうんうん。それで全部で8万円ぐらいだったんですけど、おうおう、次の日そのお店に行ったら全品 30%、40% オフって書いてあって、うん、すごい、5万ぐらいで買えたのに。すごいブルーだねそれ。すごいショックで、震えちゃった。震えちゃった、思わず。まだ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 。昨日と違うみたいな。ああ、そうですか。でもロスとかあっちの方行ったらディズニーランドとかあったんじゃないの？あ、ディズニーランドは行かなかったんです。あのジェットコースターばっかりの遊園地に行ったんですけど、雨で。あら、結構いろいろ動いてなかったんで、うん、タイミング悪かったんだ。はい。でニューヨークね、せっかく行ったなら、でニューヨークとかほら行くとやっぱりタレントの人とかは割といろんなことに感化されてくるじゃん。あのブロードウェイもあるしね。美女と野獣のミュージカル。あ、見に行きました。見に行きました。よかったでしょ。あれすごいよかったです。全然分かんなかったんですけど、うんうんうん、セットがすごくて。ねえ、あのセット、そう、今はまあ日本でもやってますよね。日本でもまあ同じなんですが、ニューヨークのやっぱさすが本場ですからね、はい、最後野獣が回っちゃうんですよね。くる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 、ポンと王子様になったんですよね。そう、不思議なんですよ ね。そうなんですよ。なんか怖い思いをしてきたの？ニューヨーク、もう初日に、うん、あのボラレットボラ、ボラれた、ボラれた。もしかしてそれタクシーですか？タクシーじゃなくて、うんうん、変なバン。バンっていう車。とりあえず車ですね。車のバンで、うんうん、私とお姉ちゃんの2人しかお客さんがいないんですよ。うん、それでホテルまで15ドル、1人15ドルだって言うから、うんうんうん、何度も何度も料金確かめたのに、うん、乗ってる途中にもう一回聞いたら、うん、320ドルって言われて。うわ、それ高いじゃん。そう、でも結局払わなかったんですけど。あ、それよかったね。すごい怖かった。え、どうしたのそれ。はい、結局払わないって。払わないって言ったら、うん、もう一回空港に戻るって言われて、うんうん、じゃあそしたらお金どうするんだって聞いたら倍だ。そうだよね、行って帰ってくるのもね。でもほんでそこでも払わないって言ったらまたホテル戻ってくるじゃん。それで結局ホテルまで行ってくれて、うん、
60ドルぐらいで勘弁して結局ボラれてんじゃん。結局ボラれたんですけど、ニューヨークはあるよね。あるよ。俺たちもニューヨーク行った時に朝一でね外でねすごいパキューンって音が鳴ったんだよ。でも完璧にパキューンなのよ、うん、で俺たちみんなで、ね、あーと思ってとりあえずなんかごまかそうと思って言った言葉が運動会かな。違うそれしか言えなかったもんね。もう拳銃とかね本気でなるからね。夜、まあ、セントラルパークってね、あるんですよ。あの辺は夜はもう歩けませんからね。じゃあとりあえず無事に帰ってきてよかったですね。はい、よかったです。本当に大変でしたね。ほんで、まあケイコちゃんが今言った、政府工場委員会の話に戻るんですが、はい、それが、今年で3周年を迎えて、4周年目に入ったと。はい、入りましたね。でそれはそれを記念してのイベントがあるって聞いたんですけど、ツアーをやります。ツアーです。はい、大丈夫ですね。横浜、はい、教育会館で4月の27日になった2回公演、うん、その他にも東京と、うん、千葉と、うん、埼玉。すごいじゃないですか。回りますね。はい、私は出るか出ないかちょっとまだちょっと分からないですね。はい、まあ、恵子ちゃんのは恵子ちゃんの受けてまたありますからね。はい、それはじゃあまあもちろんさ、それはどういうツアーなのって聞いても分かるわけありますよね。分かんない。そうですねまあでも楽しみにしていただきたいと思います。はい、じゃあ早速ですね、まあ歌の方楽しみにしている方もいらっしゃると思いますので、はい、歌の方じゃ歌っていきましょうか。はい、ね、じゃあ乾杯の方お願いします。お願いします。すごいですね。でもね、うん、もうニューヨーク、うん、ロサンゼルス、サンフランシスコ回ってきまして、ねね、まあいろんな、まあ、海外行ってくるといろんなことで感化されて一回り大きくなってきますから。あ、そうかもしれません。一回り大きくなったケイコちゃんが見るんじゃないでしょうか。はい、さあ早速お送りしましょう。明日への勇気です。どうぞ。
が、はい、まあ、さっきは制服工場委員会の、ね、イベントの方に来ましたので、恵子ちゃんのイベントの方は活動というか、5月の11日に、そうさっきもね、純奈ちゃんが言ってましたけど、ね、アイドルスプリングカーニバルに出演します。ね、それなんかすごいいっぱいアイドルも出るとかね。そうなんです。制服工場委員会も出ますし、たくさん出ますからね。スキップも出るし、うん、楽しみにしてるね。で、どう、そのあれやってるでしょ、取締役やってます。どう、仕事の方はね、最近何にもやってないんですけど君は正直な人だね。あの、寒かったからスカウトも行ってなかったんですよ。そうね、寒かったからね。あったかくなったらまだまだこれがどんどん出ますよ、スカウト。そうですよ、花見企画とかもいろいろ。はい。そういうのはやんないからね。普通の会社じゃないですか。そう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 。これからじゃあまたほら レコーディングとかもたくさん入ってくると思うけど、これからどういう歌を歌いたいとかある？これからですか？うん、自分ではこう今度はこういうバラードがいいなとか。バラードも歌いたいし、うん、いろんな歌を歌ってみたいです、うん。で、これから曲出す予定が、まあ、今のところない。今ないです。じゃあ自分の中でまだ、事務所の人に売り込んで、はい、私これだ。事務所の人に言うよりもレコード会社の人に言わないと。オッケー、そっちは取ってうまく頑張ってくれ。そうですか、分かりました。じゃあ、はい、そろそろ終わりの時間も、近づいてきましたので、純奈さんも、純奈ちゃんにもじゃあね、来ていただきましょう。どうぞどうぞ。はい、もう一度森下純奈さん、今日ね、今日2人でしたね、ゲストね。そうですね、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。とりあえず、もうちょっと横の方、横の、はいはいはい。とりあえずお二人が一緒になるそのイベントの方が、言ってましたね、5月の。もう一回じゃ最後にこっちの方お二人でいいですよ、どっちがどっちでいいですよ。5月の11日に日比谷の野外音楽堂で、はい、うん、やりますんでね、はい、もうなんか忘れた頃に呼ばれたんで緊張してるでしょ。あ、はい、大丈夫です、ね。それで純奈ちゃんの方はこれから、はい、今日6時半から横浜セブンスアベニューであります。ぜひぜひ遊びにしてくださいということで、はい、じゃとりあえずそのイベント11日のイベント頑張ってね。はい、はい、頑張ります、ね。僕たちも応援に行けたら行きますんで絶対来てください。あ、じゃあ絶対行きましょう。はい、だから僕たちのこと見つけて、はい、じゃとりあえず頑張ってね。はい、じゃあまた来週です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。